動画をご覧くださりありがとうございます。バンダイ178です。エピソード8、皆さんどうでしたかね。僕ね、ちょうど今あのエピソード8ね、見てない友達がいたんで誘って2回目見てきました。僕すでにエピソード8の感想動画2本作ってるんですけど、先の2本っていうのはネタバレなしでって思ってたんで全然喋ってないんですよ。でも今日あたりってお正月休みも過ぎて、なんか見てる方ももうエピソード8とか見終わった方多いと思ったんですよね。で今回は見た方用の動画ですね。だからネタバレはもう多忙に含みます。どちらかというとエピソード8というものを踏まえてエピソード9どう決着をつけるのかみたいなこともあの話していけたらいいかなって思います。まずね、僕今回のエピソード8って僕は望んでるもんじゃなかったんですよね。スターウォーズはやっぱり完全懲悪、冒険活劇、スペースオペラみたいなのをちょっと望んでたんで、そこにねエピソード8を見た時って結構驚いて、まあ僕が最初に言ってたあの完全懲悪のっていう形で終わらそうとすると、それでこう旧のエピソード4、5、6とまあ同じものになっちゃいますよね。でまああと時代っていうのもありますよね。まあ今の時代がまあ善悪の二元論だけのまあ社会とかじゃないですよね。まあそこら辺も踏まえてのこともあるかもしれないですけどね。まず今回のもので驚いたっていうのが、まあルーク・スカイウォーカーですよね。まあ結構世捨て人のようになってて、まあもう争いには関わらないみたいなね。でそれっていうのも、まあカイロ・レンをね作り出したっていう責任があると感じてて、でこうなんていうのかな、ジェダイっていう存在があることによって暗黒文明が生まれてると、ということはもうジェダイそのものやめないですかみたいなことなんですよね。まあそれが最後のジェダイっていうタイトルとちょっと重なってるかどうかっていうのはちょっとあれなんですけど、まあタイトルテーマの一つであることは確かですね。で今回カイロ・レンっていうものを結構掘り下げてる回だったわけなんですけど、彼もなかなか不遇なキャラで、まあハンソロの息子 でルークに預けられて、まあ、修行すると。だけど修行中にルークがカイロ・レンのダークサイドを見ちゃって、あこいつ放っといたら絶対落ちちゃうってことで攻撃しちゃうんですよね。でそれによってカイロ・レンは裏切られるということでダークサイド行っちゃうわけなんですよね。でこれってすごいこう変な感じで、そのダークサイドに落ちるかもしれないっていうのはあくまでもルークの主観なんですよね。まあフォースっていうのを持ってるからもう見通せちゃうのかもしれないけど、でもカイロ・レンにしたらまだ落ちてないわけだから、なのに先のことを予想されて攻撃されたら、あそれはこうジェダイって何なのって思っちゃいますよね。だけどこうルーク・スカイウォーカーももうねジェダイのなんかトップ的な扱いにされてるから、暗黒面に落ちる要素があるものは、まあ、排除するみたいな感覚になってきますよね。なんていうか若き日のルーク・スカイウォーカーではなくて、もう管理する側のジェダイというか、でまあそういうこういろんなごたごたに疲れてちょっと隠居してるみたいな感じですよね。まあ最終的にはね彼も覚悟を決めて戦い挑みますけどね。でそれからカイロ・レンと今回の主人公レイなんですけど、彼らの能力が正直すごすぎるんですよね。今回こうカイロ・レンとレイのこう対話っていうか会話っていうかすごいありますよね。だけど2人が出会ってるわけじゃないですよね。もう意識とか思念のレベルで会話を、だからテレパシーみたいなもんですよね。なんていうんですかね、ガンダムのいわゆるニュータイプ的なことですよね。だからなんかこれまでのジェダイとかシスとかのなんかさらに上位に行くような存在になってますよね。でこのエピソード8で結構驚いたっていうのが、あのいわゆる善悪の二元論というところを脱却するというか否定しようとしますよね。あのファーストオーダーレジスタンスの対立構造ってあるんですけど、必ずしもそれだけではないんですよね。今回現れた DJ っていうのはその辺語ってますけど、いわゆるこうそのどちらにも属していない人たちも当然いてて、でその中にはこの戦争で武器を撃ったりして儲けてる人たちがいるわけですよ。だからこうそういう人たちっていわゆるこうファーストオーダーではないから、見た目的には、まあ、悪者ではないですよね。だけどこう戦争っていうものがあって、そこに経済っていうものがあって、いわゆるこう本当に善悪で割り切れる世界ではないというか、
まあ、そういう現実感をスターウォーズにちょっと持ってきてるっていうのが結構びっくりしたっていうところですね。だからなんでしょうね、エピソード9がどうなるかっていうのは僕全然予想がつかないんですよね。いわゆる何のためにというか何と戦うのかっていうのがまあちょっとわかんないっていうか、まあ今回ラストの方でファーストオーダーのスノークやられちゃいますよね。理由がわかんなくなったんですよ。ラスボスが先に倒されるっていうね。で今度はカイロレンがまあファーストオーダーの最高指導者ってことになってくるんですけど、だけど今回のカイロレンのルークに裏切られたあたりからのところを考えると、別にファーストオーダーになりたいわけでもなく、ジェダイになりたいわけでもない。だからどちらかというとその両方を否定したいって感じですよね。もうそういうものは一旦ご破産にして、自分が求める新しいものを作りたいと。だからまあこれも闇落ちの一つの形ではあるんですけど、まあダース・ベイダーとかとはまたちょっと違う感覚ですよね。でね、あともうちょっと気になったっていうか、今回ね、キャプテン・ファズマあんまり出てこなかったですよね。一応フィンと対決シーンはあったんですけど、なんかエピソード7とかで出てきた時ってこいつ結構話に絡んでくるんだろうなっていうのがあったんで、あのキャプテンファズマって多分エピソード9にも出てくると思うんですよ。まあ普通の映画の定石からいくと、まあ今回キャプテンファズマ一旦やられたようではあるんだけど、まああれは多分死んでないでしょうね。そして主人公レイが実際どうなっていくかですよね。まあ彼女の親っていうのも、まあ今回生なき人だったっていう説明はされるんですけど、だけどまあそれも本当にそうなのかなっていうのもありますよね。まあ次のエピソード9がどうなるか予想はつかないんですけど、まあレジスタンスファーストオーダーの戦いが何らかの決死を迎えたとしても、やっぱりこう平和になるためには何らかのやっぱり希望がいるとは思うんですよね。でそれがレイであってほしいとは思うんですけどね。まあいろいろ考えてるとね、エピソード9って一回で決着つけるって難しいかなって気もするんですよ。なんかまあ最近よくあるね、エピソード9前後編とか、まあそれは僕やってくれて構わないですよ。もう単純にスターウォーズみたいですしね。まあ期待はいろいろ膨らむわけなんですけど、とりあえずね、ハンソロのスピンオフを楽しみにしたいと思いますね。では今回はこの辺で、パンダ178でした。